みなさんこんにちは、CJです。アレです。今日は有名なイタリアのジェスチャーについて話したいと思います。すでにご存知のようにイタリアではたくさんのジェスチャーがありますよ。イタリア人は話すときに手を使う傾向がありますよね。私たちもそういうジェスチャーをよく使いますよ。イタリアでは人に接するためにこのジェスチャーを知るのは勉強になるので、この動画のシリーズを作ることにしました。もちろんフォーマルの場ではあんまり使わないので、カジュアルな場だけでそれを使った方がいいですよ。さあ今日のジェスチャーはそうじゃないといいけどを意味します。皆さんこの仕草を他のと今度しないようにしてくださいね。なぜならすごく強烈なジェスチャーとよく似てるからです。それを間違えたらひどい目に遭いますよ。こうではなくてこうですね。普通にイタリア人は病気とか災難とかを防ぐために使うジェスチャーですね。こんな感じです。もちろんこのジェスチャーを使うだけで意味が伝わるので言葉がいりません。ただイタリア人はこのジェスチャーを使いながら表現を使う時もありますよ。よりネイティブっぽく言えるようになりたいなら、ぜひ次の言い方を使ってみてください。 Facciamo le corna. Speriamo non succeda. Speriamo vada per il meglio. Speriamo in bene. Facciamo le corna. Speriamo non succeda. Speriamo vada per il meglio. Speriamo in bene. さあ今会話の例を見ていきましょう。Silvio e Matteo ha fatto un intervento delicato. Speriamo che vada tutto bene. Facciamo le corna. ところで皆さん、日本でどんなジェスチャーを使いますか？本当に知りたいんです。さっき紹介したジェスチャーを使ったことがありますか？知らせてください。今日もご視聴ありがとうございました。この動画を楽しんでくれたら嬉しいです。将来にもっと面白い動画のシリーズを作りたいので、ぜひこのチャンネルをサポートしてください。では、次の動画でお会いしましょう。Buona giornata a tutti! またね。またね。